太郎。麻生太郎。久々にネタを出してくれたな、太郎。財務大臣の頃は相当叩かしてもらったが、なんとか生き延びて今は副総裁ですか。いや、素晴らしいですね。今回の発言、戦える自衛隊に。うん、まあ、立場上そういうこと言うのはわかるけどさ。太郎。麻生太郎。お前勇ましいこと言うけど、お前絶対戦争行かねえだろ。だから勇ましいこと言えるんだよな。世の中がどんな、 戦闘にまみれようと、人々が苛まれようと、お前安全なところからお前、15万の牛丼食ってんだろ。うな丼か。どっちもいいや。わかんねえんだよもう。ね、雲の上にいたら、下々のことは、まさに、下々って言ってね、俺たちを馬鹿にしてくれるような人間なんだからさ。だからちょっとさ、まあもう余裕なんだから人生。ちょっとだけ、ちょっとその余裕を分けてくれよ。俺たちロスジェン世代に。 えちょっとだよ、もうちょっと。ね。それでもう大喜びだから。ね。10万円くれたら、それは貯蓄に回すかもしんないけどさ。まあ、当面欲しいもん特にないし。で、税金は容赦なくやってくるしさ。今10万円もらっても、車の重量税でそれで飛んじゃって終わりだからさ。うん、いいじゃん、10万ぐらい。なんとかなんないの昔の取った絹塚で、財務省にちょっと働きかけてさ、誰それの税金なくしてんねえか、みたいなね。気を利かしてくれたらいいんだよ。 戦える自衛隊にか。うーん。ねえ。自衛隊員の方は、決して高い給料とは言えないけども、命を張る覚悟をしてくれてるのにさ。あんたなんだよ。その年になって。命を張る覚悟はないのに、人には国のために命を捨てる。それをね、美化して、共要するなんて、ダサいよ。やめてよ。ねお疲れ様でございました。 じゃあちょっと記事を読んでみましょうか、ちょっとだけ。自民党の麻生太郎副総裁は17日、福岡市で講演し、自衛隊の体制強化の必要性に言及した。<laughs> お前が自衛隊員になれば、体制強化になるんじゃないの北朝鮮の弾道ミサイル発射、台湾移住の可能性といった日本を取り巻く安全保障環境の変化に触れ、今までの状況と違う、戦える自衛隊に変えていかないと我々の存在が危なくなると述べた。お前の外交力が悪かったからか、この自民党はやろう。 30年間何やってたんだよ。ぼーっとして外交してないからこういうことになるんじゃないのか。外交の失敗がまさに今までの状況と違うことになっちゃったんだよ。ね。戦える自衛隊に変えていかないと我々の存在が危なくなるってね。そういうふうなとこまでしちゃったの誰なんだよ。お前財務大臣やったりさ、副総裁やったりとかして役に立ってないんだよ。なんでこんなやばい状況になったんだよ。とりあえずロスェレン世代にごめんなさい。それから謝罪金。 ね、一人最低1億円配ってください。よろしくお願いします。